正直な話で、ね、はい、9日だったら、そうです、一件来て、はい、まだビギナーズラックビギナーズラック、その後、はい、またすぐにポンポンって入るようになって、はい、あ、これいけるんだな毎月それが続いてきたので、はい、あ、できるんだな、あ、2ヶ月目ぐらいが投稿すればなと思って、ブログ見てた人が僕のブログを見てて、はい、一緒に連れてきたな。皆さんどうもこんにちは、ブログ集客アドバイザーの上川と申します。今日はですね、アメブロを使ってですね、初心者だったにもかかわらず短期間で成果を上げていただいた、林さんに来ていただきます。今日はお忙しいのでどうもよろしくお願いします。お願いします。まずですね、簡単に林さんがちょっとご自身の、ビジネスですね、はい、のあと、あとご自身の自己紹介をしていただけたらというふうに思います。はい、はい、埼玉で鍼灸マッサージ治療院をしてます林慎太郎と申します。で、今日いろいろとね、林さんに対して私質問していきたいと思うんですけども、はい、まず私上川とを知ったきっかけって何だったんですかね。林さんの場合最初セミナーでしたっけ、何でしたっけ。セミナーですね、はい。上川さんが、はい、一緒にセミナーされてた大島さん、はい、はいはいはい、と以前ちょっと知り合ってて、はいはい、でちょっとフェイスブックで大島さんの投稿でセミナーをやるってことで、はい、なるほどなるほど、そんな成長したんだって確認したくて、なるほど、で行ってでそこでまあメインで僕が喋って知り合ったっていう感じですね、はい、なるほどですね。で最初ってセミナーの内容っていうのはどういう内容とか大体分かった上で来られたんですかね。そうですね、はい、なるほどなるほど。でそれは一応セミナーの内容自体はちょっと興味あったっていうか、なんか取り入れようと思ったんですかね。ちょうど、はい、独立したばっかりで集客何かしたいな、はい、なるほどなるほど、うん、興味があったので行きました。なるほどですね、はい、で実際ノウハウを学んで集客業務でやっぱ変わりました。その林さんは確かに早かったと思うんですよね、はい、こうブログからも結構問い合わせとかね、なんかその辺のなんか手応えってやっぱ感じました最初にやってみて。正直初め、はい、何でしたか、はい、ブログが完成ヘッダーとか型ができて、はい、9日だったかな。そうですね、それぐらいだったと思いますね、はい、でまあ一件来て、はい、まあこれはビギナーズラックビギナーズラック、僕も言いましたもんね、うん、その時ね、はい、でその後、はい、またすぐにポンポンって入るようになって、はい、あ、これいけるんだなって感じではありました。あ、なるほどですね、うん、で結構ですね、林さんの場合本当初心者だったし、本当ブログも確かゼロからでしたもんね。はい、そうです。確か以前作ってたんだけどほとんどもう放置状態の感じで、もう本当ゼロから等しい感じで作ったと思うんですよね、あの時ね。でそれでも結構結果って意外と早く出ましたよね。結果はすぐ出ました。ですよね。で僕の印象だともっとやっぱ時間かかると思ったんです正直、あの当時、うん、やっぱり初心者だっていうおっしゃってたし、操作法を持ってことだったんで、ですけど意外とちゃんとやってすぐ結果出ましたよね、早めに。そうですね、うん、で確か本当に2週間ぐらいでね、一人さっきの話1人か取れて、 それからねこう毎回おはしゃべりするときに、うん、上川さん取れました取れましたみたいな感じで、うん、なんか情勢誌からもなんかなんか取材のなんかこんなん来ましたとかね、ありましたよね、はい、なるほどですね。じゃあ手応え的には受けて間もなく取れてからちょっと感じ始めたって感じですかね。いや、うん、どんな感じでしたかね。最初は、はい、まあたまたま、まあビギナーズラック、うん、はい、で続いて、まあ、毎月それが続いてきたので、はい、うん、そのぐらいの時にああできるんだな、うん、ああなるほどですね。ってことはノウハウを学んでやっぱり1ヶ月2ヶ月ぐらいですかね。2ヶ月目ぐらい。あ、なるほどですね。それで自分なりによしこれは今度は本当にこうちょっと反応が取れるぞと、うん、はい、あ、なるほどですね。ああ、それでやっぱりこう新規もやっぱ増えたって感じですか、うん、そうですね、うん、なるほど、それからの新規も増えた。ああ、そうですか、はい、でその新規からもやっぱりリピートって当然あったと思うんですけど、はい、あると思うんですけど、はい、その辺はいかがですかね。リピートはずっとではないですけど、ね、はいはい、やっぱそのクロージングかけた感じでは来ていただいて、はい、なるほどですね。ああすごいですね。あと友達、その人ブログ見てた人が、はいはい、自分の友達を一緒に連れてきたとか。ああなるほど、ブログ読者つながりとかそういう
いや、もともとその2人はお友達で、もう一方が僕のブログを見てて、はい、一緒に連れてきた。なるほどですね。じゃあセットで1人が2人来ちゃったんで。そうですね。あ、すごいですね。で、林さんは確か読者登録も結構ね、意外とヒット率良かったんですよね。あ、そうですね、はい、結構コメントとか来るようになって、はいはい、ブログでですね、お前投稿すればなんかコメント来てっていうのがいましたね。で、あとはほら読者登録でもね、自分でこう申請行って、はい、でそこからね、なんか何人か来ましたよとかね、結構ピンポイントだよね。記事書くの苦手だったんだけど、はい、読者登録からやってました。なるほどですね、はい、で、こうちょっと補足するとですね、記事を書くっていうのはもちろん前提なんですけど、記事を一生懸命書けば来るっていう問題はまだないと思うんですよね。やっぱ大事なことってやっぱりその宣伝活動、営業活動が大事だと思うので、まあ林さんはやっぱり自分のことをよくご存、自分自身をよく理解したんですよね。自分は文字は書くのは苦手下手だけど、だけどこの営業活動は俺は得意してできたっていうことで、多分読者登録頑張ったと思うんですよ当時ね。だからそれがまあたまたまいい結果につながったっていうことなんで、そうですね、まあ本当は両方でやるとかいいんですけども、まあ、当然ね、読者登録が得意とか記事書くのいろんな方がいらっしゃるんで、それはその人それぞれのやり方があるんで、まあ、林さんの場合はたまたま読者登録がうまくいったっていう感じですよね。はい。で、その時って確か広告宣伝0円ですよね。チラシとかやってましたっけ、その時って。その時はまだチラシはやってないです。ってことはもう宣伝費ゼロですよね。はい、ああ、すごいですね。でそれでまあ新規を毎月とブログから取れて自動的に取れて、でそこからまあ当然リピートしない人もいるけどリピートする人も当然出てくる。そうですね。なるほどですね。でその後になんかちょっとアメブロでうまくいってなんかチラシをなんか巻いたっておっしゃってませんでしたか。結局そのオファーの中ってアメブロな、はい、アメブロのことなんですけども、はい、今思うと、はい、そのアメブロで戦略的なものを教えていただいて、はいはい、それがチラシだったりとか、はい、まあ、ポータルサイト、無料のサイトに作る時も、それが役に立ったなって。ああ、なるほどですね。うん、あ、見せ方を分かって。あ、なるほどね。あ、じゃあ林さん的にはすごい良かったっていう感じ。そうですね。ああ、すごいですね。分かりました。で、林さんが、今ちょっとスケジュール的なことをお伺いしたいんですけども、はい、そのブログに今費やす時間ってどれぐらいですかね。例えばこれ人によってバラバラなんですよ。毎日コツコツやるっていう人よりは、例えば私は僕は1週間でまとめ書きして1日で終わらすっていう人もいれば、いろんな方いらっしゃるんですけども、ちょっと林さんのちょっとご意見、アメブロの、そうですね、どれぐらいの費やす時間、例えば僕は週1回しかやらない人いるわけですよ実際。それ時間的にもこう1時間やってる人もいれば、例えば3時間4時間やってるかけたもいるし、30分で終わらせた人もいろんな方いるんですけど、林さんはいかがですか。僕はですね、はい、正直な話、はい、記事か、先ほども言ったんですけど、記事書くのが嫌いで、はいはいはい、やってた、やってるのは1週間に1回とか、はい、ああなるほどですね。その1記事書くのは1時間ぐらいかな。あ、1時間でもね、短い方だと思うんですよね。1時間僕なんか超初心者の頃って4時間 1記事4時間かかってましたからでこれって、まあ、慣れなんでね、訓練で当然短くなって慣れることなんですけども、1時間で短い方だと思うんですよね。ですけど今の話だと週1回しかやらなくても、まあ、ちゃんとこう収穫につながってるっていうことがポイントだっていうふうに思います。で、あとですね、その林さんが朝起きてからですね、夜寝るまでのちょっとスケジュールも簡単に教えていただけたらなと思います。こう仕事もあるでしょうけども、朝起きてから、はい、どんな感じで過ごされてますかね。朝だいたい7時ぐらいに起きて。あ、結構早いですね、はい、そうなんです、子供が。あ、なるほどですね、で9時半に出勤して、して、あ、お店にね、はいはい、で用意なりして10時から始まって開店が、はい、で何人か1時こなされ て、はい、1時から3時までが昼休憩。あ、昼休憩、なるほど、はい、で3時から夜の9時最終受付の10時終了、はい、10時終了、はい、じゃあもう家に帰られるともう下手したら11時過ぎとか12時ぐらいとか。そうですね、その日によってですけど、はいはいはい、そういう結構遅い、はい、ご飯とかどうされてるの夜とか。夜は家帰って夜されてる、はい、あ、じゃあもうお店を完全終わって夜遅くに。夜遅くに。ああ、そうですか、はい、なるほど。でまた朝早く起きてっていう。そうです、ね、ありがとうございます。で、スケジューリングってすごく大事だと思うんですね、僕は。なぜかというと、そのスケジューリングで皆さんお忙しいので、その合間にいかにどうやって効率的に時間を使って、まあ、ブログを書くとか、ね、やるっていうのは非常に大事なので、ここのやっぱ時間の使い方がやっぱりその成果にもやっぱり差が出るのかなって思います。
で、あとですね、ちょっと私のこれ自分で言うのもちょっと恥ずかしいですけど、上川のノウハウを学んで良かったこと、上川のノウハウがどこが良かったかっていうのもしなければないで結構です。あればなんかいくつか挙げていただいたらと思います。ノウハウを学んで良かったこと、はいはい、どういうふうにこう、はい、お客さんが、はい、まあ、ブログを見てこういう流れで見ていくから、はい、あ、なるほど、こういうふうに作った方がいいとか、なるほど、まあ、それがまたチラシでも 使えるわけですから、はいはいはい、同じ画面みたいな、はい、なるほどですね、はい、でそういうのだったり、はい、もうすごく役立ちました。ああ、そうですか、ありがとうございます、はい、で最後になりますけども、この動画を見てる方々に林さんの方から、今アメブロをこれからやって集客つなげたいとか、今アメブロやってるけどいまいちこう結果につながってないっていう方に対して林さんなりに経験則でアドバイスがあったら最後一つちょっとお願いいたします。まあ、僕がおすすめしたいのは、まあ、僕もそうだったんですけども、独立したてだとか、これから開業される方で資金が、お店やってても資金がなくて、うん、で集客に悩んでる方っていうのでしたら、本当に無料で始められるブログで、まあ詳しく教えていただけるし、まあ僕は結果が出せたんで、まあぜひやっていただけたら、まあその後にもアメブロ以外のこともいろいろそれを基本にしてやっていけると思うので、ぜひお試しください。はい、今日はどうもお忙しい中本当にありがとうございました。はい、はい、またこれからも頑張ってください。どうも緊張しちゃってどうも本当にありがとうございました。